国連軍が使用するライフル用のゴム弾ゴム弾は弾丸の一種。警察や軍隊で大型銃の撃退や暴動鎮圧、訓練用に使われる基地姿勢兵器とされるものの一種。ショットガン用のゴム弾銃弾そのものがゴムで作られているもの、金属などにゴムを上塗りしたものやペイント弾のように塗料を仕込んだものなどがある。これらは目的によって使い分けられ。 また組織内でも使い分けがある。主にボートを殺傷せずに鎮圧するため、催涙ガスや放水銃と併用して使われることが多い。目標を殺害する恐れだけでなく、長弾による周囲の被害や警察官の怪我も防止できるため先進国の警察組織で導入が進んでいる。弾頭が皇室のゴムで作成されている弾丸は、弾丸は切れ目のある円筒状で先端にくぼみがあり、 発射されると、先端のくぼみが受ける風圧で切れ目に沿って十字型に、開いて飛翔するタイプも存在する。弾丸の重量や空気抵抗を受けやすい構造上、有効射程は極めて短い。軟質のゴムでは、至近距離でも死亡するほどのダメージがないため、アルコールや麻薬などで通覚が麻痺している対象には、効果が薄くなる。金属やプラスチックを芯に使ったゴム弾は、 弾道のブレが少ないため、全ゴム製に比べ有効射程と集団性が向上するが製造コストが上昇する。ショットガン用のゴム弾はスラックの素材を金属からゴムに置き換えたものである。至近距離から発射すればプロボクサーのパンチ並みの打撃を与えるため、当たり所によっては死傷することもあり得る。近年では殺傷能力のないスポンジやスポーツ用ボールで、 使われるような軟質のゴムを素材とするゴム弾の普及が進んでいるが、それでも至近距離からの発射を控える配慮が必要とされ、必ずしも安全な武器ではない。そのため、アメリカ合衆国の警察組織は、非地姿勢ではなく、定置姿勢系、ニュースサイトパース・トゥデイ・ハット、ウォータープシー・レビールズ・プラスチック・バレット・キルド、アーング・バド・ティーン。 ザタイムズ・オブ・インディア一瞬のすれ違いで生じた悲劇、ポーランド人移民がカナダ警察に撃たれ死亡。ありがとうございます。